はい、今回ですけども、またトレカループさんの方でお邪魔させてもらってます。で、今回なんですけど、前回、昨日上がった動画を見てもらったんですけど、サデさんがこちら、ポケモンカードリパ1万円100口を挑戦して、はい、なんと2枚激レアカード当てたと。まあこれで10パック引いて2枚当てました。はい、なんで今回僕も、その波に乗ったろうかなということで、今回こちら10口引かせてもらって、波乗りして、ミモだとナンジャも当てます。もう宣言しました。あ、もう予告ホームラン。はい、もう予告ホームランします。ミモだとナンジャもいきます。大丈夫。まあ前回僕キハだったんですけど、こっちの1000口の方で。ロケモンさんスイングベイブルースだもん。そうなんですよ。結構すごいスイングするんで、ぶっちゃけ2連続キハだもん。面白いかなっていう。確かに。僕個人的にキハダ好きなんで。確かに。キハダをもう1枚狙いに行こうかなと。ということで、じゃあ10口、はい、お願いします。どう取りますか？選んでもいいですか？はい、全然大丈夫です。ありがとうございます。やっぱオリパン選ぶべきなんで、もう佐々木さんからね、習ったんで。責任は自分で取るべきだよ、本当に。そう、本当そうです。やっぱ、間攻めていく方がいいと思うんですよ。なんで、一回まず手前だな。ここ、2いきます。あ、もう3掴んじゃったから、3いこう。3いったから、次。この辺も2いっとくか。2いって、次あと後ろから。この辺は3、結構刻むね。はい、僕刻むタイプですね。で、ここを2いくと見せかけて11ずつ。 OK、 これでいきます。いきますか。もう早速10万円払った。払いました。大丈夫です。大丈夫です。それはじゃあいきますか。はい、いやちょっとマジ出したいな。これ1パック1万ですからね。そうだよ。うわー、ちょっと手汗。しかも外れの時はさ、もう結構見えるのよ、本当に。いや、それがきついっす。マジで見えるから。でも僕ここすら綺麗に開けたいんで、まあまあ OKOKOK。 ちょっと最後に見えないでしょ。一旦本当に見えないでしょ。マジ見えるよ。じゃあこういきましょう。じゃあ嘘は分からないんで、俺見たくないんですよ。もうそれはそうよ。はい、確かに出すのむずいな。むずいんだよこれ。じゃあもういっちゃいますか。はい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 。これ裏になってるのね。ちょっと真ん中のやつだから。じゃあこれもうこう出しますね。いきます。あ、うわーリー。うわー。まあ僕後から伸びていくタイプなんで。頼むぞマジで。もう思い切っていこう。これはもう迷わずに。信じよう。はい。うわーニーフィア。これニーフィアだけちょっと高いとかないんですか？ないっす。ない。人だとないっすね。くそー。やっぱニーフィアブラッキーはね。人気です。そうっすよね。人気なんでちょっと高いかなと思ったんですけど。マジでせめて1枚は引きたい。さすがに。頼むぞ、何錠見せてくれ。俺に何錠見せてくれ。頼む。うわー、ブースターきちいきちい。これダメージがすごい。どんどん減っていくからね、ほんとに。いや、頼む。ほんとに一回出しましょう。で、こういこう。出す。はい。うわー、うわー、やばい。次で半分。うわ、もう4いったんか。マジでマジですね。一回全部出して、ダメージがでかすぎる。どうしよう。だから一個一個のダメージマジでかい。でかすぎる。ちょっとだって佐々木さんが引いてるから引かないといけないってプレッシャーがすごいんですよ。確かにそうなんですよ。あ、でもそんなことないぞ本当に。オリパンがミスって別に誰のせいでもないから本当に。引いた人はあれっすね、気持ちが楽っすね。カンニングできないのいきます。うわ、まずいまずいぞこれ。あと4枚しかない。これマジやばいな。一回心を無にしましょう。こういうことを思ってるからダメなんだ。そうで、はい、もうポンをいっちゃいましょう。ほらどういう気持ち。どういう気持ち。死にそうっす普通に。マジで汗えぐいっす今もう。やっぱ本当にさ、なんかあるね、引くときは引くし。いや本当そうっすね。頼むお願い。はい。うわー、やばいやばいぞこれ。ちょっと待て。ちょっと左から行こう。ちょっと綺麗に、ああテープ、まあもうこれなんかダメそう。テープが全然綺麗に破れなかった。ちょっともう見えてんだよな。これ大丈夫か。よし、はい。え、あ、裏じゃん。終わったから。これはまずいです。マジでやばい。ラスト。でもここでだって引けばいいわけじゃん結局。まあ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 、ここでね、ここでだってもう何じゃも見事引いたらバンバンザイですよ。バンバンザイ、はい、いきますね。はいー、全滅。ありました。じゃあ僕再開やりますわ。大さん、いやいやちょっと全滅はちょっと大さん、ちょリベンジしていいですか。ちょっとだけ、ちょっともう本当に。まあまあまあいいんじゃない。5いっていいですか最後。もうなけなしのラスト5。5、はい、行こう。プラス5、このまま行こう。そうですね。もうこれちょっとそれだけまず引いて終われないです。じゃあ5万円です。くっそ。先生お願いします。うわー、ちょっと待ってください、本当に今多分だいぶ離脱してます。これもうこれ出ないだろうっていうので、確かにね、ここで僕引き戻しますよ。だからこれで出なくてもおもろいけどな。いやちょっと待ってください本当に。どうしようかな、どこ行こう。5だもんな。先生さっきバラバラ行きました。バラバラ行った。バラバラか、やっぱもうバラバラで行こう。もうじゃあ、じゃあここ2、手前後ろ2で真ん中1でいきます。いやこいつちょっとここ真ん中割れてたからこれでいくか。オッケー、これでいきます。じゃあもうこいつに全てをかけます。あとどんぐらい出てるか分かんないんで、結局当たりがまあまあまあ、そうなんですよ。僕が2個引いたので終わりの可能性もゼロではないからね、本当に。まあ確かにね、もう全部出てるっていう、うん、ゼロではない。なんぞちょっとなんか嫌なの見えたもん。あ、もうこれなんかダメな気がする。うわダメな気がしてる、めちゃくちゃ。え、やばいやばい、本当にあーもうやばい、見てきてるわ、もう見えた見えてしまった。くそーやばい、佐々木さんの引きがほんと相当良かったな、さっき。めっちゃ綺麗にテープめっちゃ破れたっす。ほらこれあるぞ、ワンチャン。ちょっと待ってください、これマジワンチャンある。いきますね。はい何どこにワンチャンあったの今。これやばいっすよ、プラス5して引けなかったら本当やばいよ。マジか。なんかもうここにナンジャモとミモズがもしかしたら眠ってるってこと考えると、なんかもうちょっと嫌になってきたっすもん。引けなかったんか。めちゃくちゃ笑ってるとか。うおー、セレナ来たー。え、セレナの1歳あるってでも今いくらぐらい？ 4 万円とかですね、書いておいて。おおすごい来たー。ただ僕15万円使ってます。だからもうラストいきます。そうだよ。え、俺一瞬マジこれ V's かと思いましたもん今。ダメだと思った。はい、じゃあラスト、はいいきますね。頼む、ここでもう1枚取れなくてくれたら頼む、マジお願い。来い。え、先生、ん？ワンチャンあるぞ。あ、これ違う。あ、違う。うおー来たー。じゃあこれやばいんじゃないですか。それ2万円とかです。ああなるほど。まあでもまあでも2枚引きました。5分の2で引いたら最後。よっしゃ。え、かわいいこのピカチュウ。これかわいいね、めっちゃかわいい。え、めっちゃいいじゃないですかこのカード。もっと高そうなのに29周年の、ね、え、これだってもうパッと見10万って言われても全然あマジかって感じですもん。よかった。うわ、しかもセレナ引いたんで、これまたヒカルさん美少女デッキの中に確かに入れれますね。うわー、ありがとうございます。よかった、最後巻き返してマジ危なかった。このまましんどい空気で動画終わるとこでしたね。マジで絶望だったもんね。絶望でしたマジで、死ぬかと思いました本当に。まあ、15万引いて2万と4万で6万、まあ、プラスここで、まあ、1万ぐらいで、まあ、半分ぐらい回収したか。まあよかったっすね今回このセレナとピカチュウ引いたんで。はい、それどうした？まあ僕だったら最後あれナンジャモ引いてたな多分。ああ佐々木だったら、うん、多分出てたわ。ああ、まあ、だってここ見えてるもん僕今どこにナンジャモが。どこにいるんですか？もうそれは言わないもうこの後は自分で買う、個人的にプライベートで、うん、自分でお金出して、うん、まあ確かにね、分かってんだらそっちはいいっすね。そうだよ、はい。まあ、今回は引けたんでね、ギリギリよかったらラスト5パックやっといてまして、はい。まあそんな感じでね、ぜひトリカループさんでオリパやってるみたいなんで買いに来てください。なんで終わります。ありがとうございました。